霊夢、映画隣のトトロにまつわる都市伝説の話をしようぜ。ああ、それは面白そうね。どんな都市伝説があるの？いろいろあるんだぜ。例えばトトロが実在の動物だったり、映画の結末には謎があったりって話さ。へえ、実在の動物だったりってのはどういうことなの？それはな、トトロが宮崎駿が見た実在の動物を元にして作られたって噂があるんだ。でも実際はどうだか知らないけどな。そっか、それって面白いね。どんな動物がモデルになったのか気になるな。まあ、それがわかるわけじゃないけどさ。他にも映画の舞台が実在の場所だったり、トトロが死神の象徴だったりって噂もあるんだ。死神の象徴ってのもなんだか不気味だね。でも、都市伝説ってのは面白い話がいっぱいだね。そうだろう。でもどれも都市伝説ってことを忘れずに、映画を楽しむことが一番だぜ。なあ、霊夢、聞いたことあるか？隣のトトロってやつの都市伝説に、トトロのモデルが実在の動物だって噂があるんだぜ。ああ、トトロってあの可愛い大きなネズミみたいなやつだよね？実在の動物がモデルなの？それって本当なのかな？だから、霊夢、信じるか信じないかはお前次第だけど、映画のトトロのモデルは実在の動物じゃないだろうぜ。あくまで宮崎駿の創作だってことさ。ええ、そうなんだ。でもさ、どんな動物がモデルになったのか気になるよね。大きなネズミのような耳があるとか、どんな動物がそんな風に見えるんだろう？まあ、それはわからないな。宮崎駿ってのは斬新な発想の持ち主だし、トトロのデザインもオリジナルなんだろう。モデルが具体的に存在するかどうかってのは、私たちにはわからないってことさ。そっか、でも、ちょっと想像してみたくなっちゃったな。大きなネズミのような動物、可愛らしいけどどんな動物がそんな風に見えるんだろう？おいおい、霊夢。そんなことよりもっと重要なことがあるだろう。都市伝説に踊らされるんじゃなくて、もっと現実的なことに興味を持ってみろよ。なあ、霊夢、聞いたことあるか？隣のトトロってやつの都市伝説に、物語の舞台が実在の場所だって噂があるんだぜ。ああ、トトロのお話は素敵だよね。でも、舞台が実在の場所ってのはどこのことを言っているんだろう？だからな、霊夢、都市伝説に惑わされるなよ。舞台が実在の場所だなんてのは、宮崎駿の作品の特徴的な部分だってことさ。でも、具体的な場所がどこかっていうのは知られていないんだぜ。へえ、実在の場所だったらすごいな。どこなのか気になっちゃうよね。でも、なんで教えてくれないんだろう？宮崎駿はそういうのにあまり興味がないって噂もあるしな。彼の作品は架空の世界にリアルさを取り入れているってのがポイントだろう。実在の場所を知っても、ストーリーにどう影響するかってのは微妙なもんだ。そっか、確かに、宮崎駿の作品ってどこか現実と非現実が混じり合ってる感じがするよね。それにしても、舞台がどこかって気になるな。まあ、舞台のことは気にするよりも、映画そのものを楽しむ方が大切だろう。都市伝説に振り回されずにな。なあ、霊夢、聞いたことあるか？隣のトトロに関する都市伝説で、トトロが死神の象徴だって噂があるんだぜ。え、トトロが死神の象徴ってどういうことなの？死神って怖いイメージがあるけど、トトロがそんなキャラだとしたらどうなっちゃうの？そうなんだよ。都市伝説によれば、トトロは死神が人々に幸運をもたらす存在だって言われてるんだ。死神が悪者じゃなくって、幸せを運ぶ存在として描かれているって話さ。それって不思議だね。だって、トトロってみんなに愛されてるし、幸せそうなキャラクターだもん。だろ？でも都市伝説だからって信じるかどうかはお前次第だが、宮崎駿の作品ってのは深いメッセージが込められてることが多いんだ。死神の象徴としてトトロが描かれているなんて、ちょっと考えさせられるだろう。そうだね。宮崎駿の作品は奥深いメッセージがあって、いろんな解釈ができるから面白いよね。でも、トトロが死神ってのはちょっと意外だな。まあ、都市伝説として楽しむのもいいけど、映画を見た時に感じるその独自の世界観こそが一番大事だろうな。なあ、霊夢、聞いたことあるか？都市伝説によると、隣のトトロに登場するサツキとメイってキャラクター、実は同一人物だって噂があるんだぜ。え、サツキとメイが同一人物ってどういうことなの？あの二人って姉妹じゃないの？そうだけど、都市伝説ではなんとなく姉妹じゃないんじゃないかって言われてるんだ。まるで時系列が違うような感じで、サツキが大人になってメイとして再登場するんじゃないかって噂らしい。それってちょっと面白いね。でも、サツキとメイって一緒に冒険してたし、お母さんもみんなと同じくらいに歳をとってたよね。そうだろう。都市伝説には根拠が薄いってのもあるけど、あれはあくまで物語の中でのキャラクターで、実際には姉妹なんだろうさ。まあ、都市伝説も楽しいけど、映画を見るときはそのまま楽しむのが一番だね。姉妹かどうかよりも、サツキとメイの冒険が楽しいってのが大事だもんね。その通りだ。都市伝説もいいけど、映画の楽しみ方はいろいろあるってことだな。なあ、霊夢、聞いたことあるか？隣のトトロってやつの都市伝説に、トトロは架空の動物だって噂があるんだぜ。え、トトロが架空の動物ってのは普通に知ってるわよ。でも、都市伝説として何か変わった話があるの？そうなんだよ。
都市伝説によれば、トトロは実際には日本のどこかに隠れて生息しているって言われてるんだぜ。まるでまだ見つかっていない伝説の動物みたいな扱いさ。そんな都市伝説があるのね。でも、トトロは映画の中のキャラクターでしょ？現実にいるわけじゃないよね？まあな、でも映画の中でトトロが実在の動物じゃなくって、宮崎駿が作り出した架空のキャラクターってのがはっきりしてるから、都市伝説としてはなんとも面白い噂だな。確かに面白いね。でも、実際にどこかに隠れているというのはちょっと信じられないかも。トトロは森や大自然を愛する存在だけど、それって映画の中の話だもんね。そうだな。都市伝説として楽しむにはいいけど、現実的には難しい話だ。それよりも映画の中でトトロがどんな風に描かれているかを楽しむべきだな。なあ、霊夢、映画隣のトトロには結末に謎があるって都市伝説を聞いたことあるか？映画の結末に謎ってどういうこと？トトロのお話って結末が何か特別なことがあるの？そうだぜ、都市伝説によれば、映画の結末には実はトトロというキャラクターが現実世界に現れて、主人公たちと一緒に暮らし始めるって話があるんだ。それってどういうことなの？トトロが現実に出てくるのはちょっと信じられないな。そりゃあ、都市伝説だから信じるかどうかは君次第だけど、映画の結末にはトトロが幻想ではなく現実に存在しているんじゃないかって噂らしい。だけど、もちろん映画の中の物語だから実際にはないけどな。それは面白い噂だね。でも、やっぱり映画の中のトトロってのが一番素敵だし、現実に出てくるとなるとなんだか違う感じがするよね。そうだな、映画の中での幻想的な世界観が一番引き立つんだから、都市伝説として楽しむのが一番だぜ。さて、都市伝説の話は面白かったな。トトロにまつわる噂や謎ってのはいろいろあるもんだ。そうだね、映画って奥が深くて、それが都市伝説につながるんだろうね。まあ、どれも娯楽の一環として楽しむにはいい話だ。でもやっぱり映画を見るときは、その世界に浸って楽しむのが一番だぜ。そうだね、都市伝説も含めて、トトロの魅力をたっぷり楽しもう。それじゃあ、また別の面白い都市伝説が出てきたら話そうな。では、またな。それじゃあ、またね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。